Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne New Belge Activity, on est parti pour une nouvelle vidéo sur Edens Zero Pocket Galaxy. On est parti pour la deuxième partie du cinquième épisode. On est parti pour chercher Arby. Logiquement. Let's go. J'espère que ce genre de l'esprit vous plaît. Que ces épisodes vous plaît. Voilà, c'est tranquille, hein, vraiment, c'est un aspect tranquille, hein, vraiment, sans prise de tête. J'ai... エデンズゼロ。突然でわからないよね。
参ったな。まあ拒否られるのも予想してたけど、あそこまではっきり言われちゃうとね。ハーミットさんに何があったんでしょうか。今まで人間嫌いの機会になんて会ったことねえからな。そんなに珍しくはないけど。だってハッピーやピーノ、それにウィッチやシスター、マイケルとか。くもー、自己完結して泣くんじゃねえよ、うぜ。まあ式は故郷の星でいろいろあったから。あのな、俺からも一つ言いたいことがある。何を改まって。胸って重てんだな。うわ、どうでもいい。はい、せっかくの美人が台無しだよ。相変わらず口がうまいな、ジェシー。潜入はうまくいってるかい、アネゴ。問題ない。シキは私を信じている。それで、ジャミロフの居場所は分かったか。西の森だね。恩に着る。シキたちは見捨てるの。悪い奴らじゃないのだがな。もう用済みだ。あらあら。調子よかったな、レベッカ。次がいたからね。
絶対仲良くなるんだ。ご主人、外を見てください。何やら住民の方々が慌てて町の入り口に向かってますよ。本当だ、何かあったのか。とりあえずついていってみるか。聞けクリスタの民の、俺は魔獣兵団長ギロン。ジャミロフ様の命によりこの町は我々が占拠する。ジャミロフってあの殺人鬼。さあ皆の者、攻撃開始だ。観念するがいい。
てくるのか。よし、これ。ジギーの力教えてもらったんだ。どうやって奪った？教えてもらったって言っただろ。人間は信じない。人間だって悪いやつばっかじゃねえぞ。人間には心がない。そういうやつもいるかもな。でもお前じいちゃんの友達だろ。だったら俺とも友達じゃん。とにかく一旦みんなのところを戻るぞ。一人で乗り込んでくるとはいい度胸だ。貴様ドラッケン・ジョーの仲間だと言っていたが、私も仲間にしてもらえないだろうか。そのためなら何でもする。作り込まれていない脇役で
ござるよ。何を気にしていることを。お前ら矢でこいつらを射抜け。そうはさせるか。お前ら街を荒らしまくりやがってぶっ飛ばしてやる。あの人たちが頑張ってくれてる間に逃げるでござる。ありがとう、しのちゃん。しのちゃん、忍びとロールだからしのちゃん。悪くないでござるな。逃がさないよ。私がやる。危ねえ。その子ただのデータなのに。てめえ、ドラッケン城に会うためなら何でもすると言ってたけどよ、まさか仲間まで無慈悲に攻撃できるやつだ。驚いたぜ。仲間ではない。ホムラ、なんでホムラがあいつと一緒に。俺たち友達じゃなかったのか、ホムラ。ああ、私はドラッケン城に着く。そんな話を信じていたのか。お前、この場で消えてもらうぞ。私はなぜか牢の中にいたのだ。一日がかりで脱出し、一日がかりで情報を集め、ここまで来た。なればどういうことか。私の名を語る不届き者がいるではないか。そもそも私がその方の姿になるわけなかろう。それは少しは興味があるが。いや、ない。しまった、本物っぽい。貴様何者だ。もうお前のふりをする必要はないの。私は人の姿、性格、記憶をコピーできるの。ジャミロフに近づくためにあんたを利用させてもらったのよ。私はアミラ、銀河系情報機関 GIA の一人だし。スパイが自ら正体を、私と同じくらい、うっかりさ。しまった、まだホムラの人格が残ってたし。任務の邪魔だし。ああ、正体バレちゃったし。正体知られたくないよ。生かしておけないんだよ。そこの釜の男を追っていたのか。私の狙いはその上にいるドラッケン城、サクラコスモス一の大悪党。もう少しで城のところに潜入できたのに。やるじゃない。なるかしらね。多勢に不勢だ、観念しろ。知らないの、スパイが捕まっちゃダメなのに。
時間もかけてられないし。じゃあね。逃がすか。と見せかけてスナイパーモードよ。本当に。
技術の高いやつなんているわけねえんだ。こうなったら最終コードを使ってやるぜ。
フッがスパイダー様だぜ。デジタリスであったジャミロフといえばわかるかい。あのハッキングで100億グリー稼いだっていう。そう、その天才ハッカースパイダー様よ。お前らの船セキュリティ弱すぎじゃね。こんなに簡単にシステムに入れば久しぶり。まさかエデンズゼロをハッキングしたのですか。その船もう俺の支配下だから。エデンズゼロが内部から破壊されている。このままじゃ船が完全に破壊されてしまいます。システムの正常化はできないのですか。ここまでやられてしまったらハーミットにしか。ハーミットなら止められるんだな。聞こえてますね、ハーミット。あなたにしかこの状況を打破できません。私には無理。早く脱出すれば。俺が説得に行く。バイズ様とシスターができる限り船の修復を。ハーミット、俺は船もお前も見捨てたりしねえからな。ここにいるんだろ。この扉開けてくれ。完全にロックされてるわ。仕方あるまい。この扉を切る。ハーミット、お前にしか救えねえんだ。俺たちもこの船も。どうでもいいんだ。もう仕えてくれて感謝している。これから先の道はお前たちの自由じゃ。魔王始皇帝の任を本日をもって解く。生きよ自由に。いきなり自由って言われてもな。ジギーと一緒にグランベルに帰ってもいいの。もちろん、わしと共に四季を育てるのも自由だが、お前の本当の望みはそうじゃないだろう。私は人間の役に立つ仕事がしたい。人間の友達を見つけたいわ。ジギーたちと別れ、私は希望を抱きながら旅立った。でもそこで待っていたのは地獄だった。人間に騙され、多くの機械の命を奪う装置を作ったり、実験体として体をあちこちいじくり回されたり、そしてその長く苦しい地獄の中で、機械に心があったとしても人間に心がないってことに。
れるのはあんたしかいないの。お願い。人間は助けたくない。ねえハーミット、聞いて。なんでそんなに人間が嫌いなのか私にはわからないけど、ここにいる人間はみんな機械を大切に思ってる。四季なんかはロボットしかいない星で育ったの。知ってる。クランベルは私たちの故郷でもあるし、旅立つ時星のロボットがみんなウイルスでおかしくなっちゃって、想像できる？今まで友達だと思ってた人がみんな自分に襲いかかってきて、それでも四季はずっと友達だって、みんながいたから寂しくなかったって。機械とか人間とかでその人を見てないんだよ。四季は心を見てる。あんたたちにはわからない。私が人間に何をされてきたかは。ああ、わからない。射程圏内にあんたの船があることに。やめろ。通称スパイダーの居場所は突き止めたし、
このままドラッケン城のところに潜入する。心配だな、姉子は。あ、おっと、姫が来たな。どうしよう。ジェシー、またゲームか。いいでしょ、好きなんだから。ほどほどにな。はいはい。お前もいずれ終わりだ、エルシークリオさん。にしてもずいぶん派手にやられたな。アーミットがグズグズしてっからだ。ごめん。大丈夫ですか。エデンズゼロには自己修復機能がありますから。いいや、大丈夫じゃねえ。だからごめんって。全然反省してるように見えねえんだけど。てめえあれか、俺の危ないお仕置き期待してんのか。ああ、ボタン押すよ。モス、モス、てめえ、やっていいことと悪いことがあんぞこら。二人のそういう掛け合い久しぶりですね。意外。嫌いでいいさ。よく戻ってきたな。ドラッケン城重要なんだ。取り込み中だ、少し待ってろ。借りたもんは必ず返せ。それ常識だよな。おっと、あまり動くなよ。そりゃただのガラス瓶に見えてそうじゃねえ。そりゃギルストで一番重い金属、ドラムール。さっきまでガラスだったのに。さすが闇の錬金術師、クズ借金野郎にお仕置き中ってわけね。消えろクズ野郎。なんで消さなきゃいけない。え、消すわけねえだろ。死んだら金を回収できねえ。金を返さねえからこんな目に遭うんだ。わかるか、坊主。大丈夫。仕事なら俺が紹介してやる。聞いてねえか。で、てめえの話は金になる話なのかい？ゼロっていう連中にこっぴどくやられて、これに泣きついてきたわけか、てめえは。いや、もうマジムカつくんだよあいつら、雑魚のくせに。その雑魚にやられたわけだ、てめえは。俺の名前を出したあげく怒られて帰ってきたと。こっちは名前で商売やってんだよ。この意味わかるよな。セス。相変わらず早い。早いって何？早打ちよ。早すぎて気づかないのに撃たれたことにする。え？こいつからはもう金の匂いがしねえ。だが一個
引きそびれちまった。エデンズス、そいつは金の匂いがするな。Donc voilà, voilà, voilà. La quatrième épisode de la deuxième partie vient de se terminer. C'est un peu plus long que prévu, enfin, c'est un peu plus court. Et voilà. C'est la deuxième partie du cinquième épisode. Si ça vous a plu, etc., ben, mettez un pouce bleu, commentez, abonnez-vous et activez la cloche. Pour pas manquer la suite. Je crois que le prochain peut être très bien. Enfin, donc le prochain peut être vraiment. Donc voilà. Croyez bien que ce soit en vous. J'espère que ce épisode vous plaise. Hein. Voilà. Voilà. Croyez bien que ce soit en vous et à la prochaine.